おはおかよう。えり。ただいま。はい、おかえり。いいのか、プーちゃん、これ。何？こんなもらっていいのか、バーガー。ありがとう。助かるよ、嬉しいな、ありがいいよ、あとげる、あげる。う。うわ、ありがとう。いいよ、いいよ。でもこれカジノ行かないと食べれないんだよ、これ。え、何個そう持っなての？んねん。何個も 何個持ってんねえ、なになになに？ん。何個持ってんねいっぱいなんかもらった。これ、重ならないのか。そうだよ。何個持ってんねん。まあ、そうか、そうか。あげる。まあ。後輩として先輩に貢ぎ物な。そう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 、食べたいかなと思って。ああ、まあじゃあありがたくもらっておこうかな。これあげるよ。じゃあはい、お返しに。マカロンだ。だからあげるよ。ありがとう。いやいや、さっきもちゃんとしっかり出してなって。文句言うな。ね、文句言うな。おかしい。大人っておかしい。大人はおかしいに決まってるだろう。何を当たり前のこと言ってるんだ。大人になりたくない。あー、待って、また暴れてる。なんだあれ。また、ちょっとやあ、めて。戦え、プーちゃん。戦え。戦え。聞いちゃうよ。戦え。おい、救急車が。おらおらおら。ちょっと待って、なんでまだ取れてないの。おい。ほら、待ったぞ、そこ。救急車に飛ばされた。翼が生えた。プーちゃん、感情広い。どこ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 。もう一人いる、もう一人。今、後ろ乗ってる。助けえ、てもうー。もう一人あ、いた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 。病院まで出てください。救急車。大惨事だ。よいしょ。翼が生えてねえ、なる。んで？じゃあな、もらったぞ。翼生えてる。いいか、プーちゃん。ねえ、瞑想プーちゃん。は？何？書いてない。しかも、瞑想まだしてないの。ああいうふうに攻じ撃ゃあ、されたら翼奪っそう。てれ。ほんで、ヘリ乗ったら爆散したの。ねえ、もうバカじゃん。なんで瞑想しなかったの。もう歪み太陽でやんないよ。いや、これは普通もうこにれは松までいい。俺これは使ったよじゃないぞ。松まで。てか、あれなの、病院入れる？入れる決まってんだろ。入れるか、病院。病院は大丈そうだよな、患者は病院に入らないと。呪物は受け付けてないから、ほら、ほら。これか、呪物。入れる。君についてんだ。ええ、僕に2つついてるんですよ。ありがとうございます。はーい、危ないね、あれ。本当に危ないもんですよ。本当にヘリー乗れって言って乗せた瞬間爆発しました、いやや、つまあ、は。でもそれそんな消えてなない、んこでれしょ。消えてない消えてないね。残り続けてる。クソ、奪えなかった。僕の呪物は奪えませんよ。おい、大丈夫か？ちくしょう。あるぞ。ある。全然あるぞ。真城先生、直してくれ。俺が奪い取ったはずなのに。頼む。ちょ、二人がかりで頼む。しどうかこいつから、1台ずつ。この、この呪物を。くそ。俺は今日、戦わないといけないんだ。もう、やばすぎ早くる。警察呼ぼう。くそ。やばい、画面が。松は、なんでだよ。どこ取られた？やめてくれ、真城先生。ダメだ。松はやめてくれ。くそ。ダメだ。早く。はい、帰るぞ。くそ。呪物。重傷ということか。なんだと。重傷だな。お前ら呪われてる。俺は違うのに。早く行け、呪物とも。くそ。くそ。来るな、俺に近づいてくるな。この呪物が。やばいって。救急車やべ。救急車やべ。くそ、進まねえ。助けて、ありがとう。お大事に。さあ、どうやって帰るんだこれ。お大事に。ああ。よし、ありがとう。じゃあ、ほよほよ。一回やるとめっちゃ早いな。頭取れてる。どうにかしろよ。あれ、どうにかしろよ、警察。助けてくれ、あの手物を。いいか、プーちゃん。前も言ったが、救急隊はな、
何があっても冷静に対処するんだ。わかった。あんな車で張り手を食らったぐらいじゃ動揺しちゃいけないよ。わかった。ああ、ああいう時はああいう風に逆に奪ってやれ。あ、え、好転行こう。オッケー。なんてお呼びしたら。まあ皇帝陛下だったり皇帝と呼ばれてるな、民からは。皇帝陛下、はい、皇帝陛下よろしくお願いします。ああ、よろしくな。皇帝陛下、あ、笑ってんねん、プー。何何陛下ってよ、あんさ笑わしますなみたいな感じで嫌な笑い方したよね、今バカにするタイプの。してないよ。してない、してないか。してないよ。よろしくな、タイダ。あ、よろしくお願いします。よければ皇帝陛下さんはあの、あれですよね、うん、多分警察の方ですよね、座っとって。あ、そうだ、警察で一番偉い、この町でも一番偉い。一番偉い。あ、わかりました。あ、じゃあ よろしければこのためにお電話番号とかって。ああ、いいだろう。あ、ありがとうございます。フレンドリーなタイプの皇帝だからね。え、クエ、え、フレンドリーなタイプだからいいよ、交換してあげる。あ、フレンドリーなタイプの皇帝、ありがとうございます。ありがとうございます。一番偉いのにフレンドリー、すごいですね、さすが皇帝。一番モテて慕われるタイプだから、こういうのが。え、あ、なるほど。皇帝モテるの当たり前だもん、お前。もう救急隊から見て警察の皇帝のかっこよさって言ったらもう、あ、だから一時期救急隊の女の子のその救急隊目指す志望理由が皇帝を助けたいで埋まったんだからね。すごい。知らないか、この伝説を。知らない。みんな皇帝を助けたいって、バカじゃとかもそうよ。バカじゃとかも皇帝を助けたいっつって。バカじゃさんが。バカ、ああ、バカちゃんはなんか皇帝のためにそれをやって言ってくれそうではあるね、確かに。あ、言わしたみたいな。え？リップサービスやんねみたいな感じらしいけど、本心よ、本心。なんて書いてんだろう。Need money for ベロ。ドドタドホーンはタタルレアスとアイムノと防水防水なんだそれ。セビアンバットグース、スタレ、オールマイ、マネー、プリーズヘルプ。おお、読めた。スペント、オンテベ、ホメレス。ルーちゃんも立派な救急隊員だな。ハングリー。狂ってるよ。ワイフラーレフトミマシロ先生いるバカ食べるいや、それお控えなすってよ。お控えなすってえてるやんなって完全に。おお、すごいこれ。ケーキ。よいしょ。だるい、だるい酒やめろ。だる酒やん。そのだる酒かましまくった結果、あいつはクビになった南署。ね、今警察もクビになりかけてる。はいはいはい。そう。そうだ。ああ、ヒロトの。少女やばい。誕生日プレゼントでもらった車爆発させてダセー車っつって言い払ったらしいぞ。え、まあまあまあ、この街ではあるわけですけどね。え、何？まあそうだね。今のはちょっと言い過ぎじゃない？言い過ぎじゃ、え、皇帝が多少皇帝さん言い過ぎじゃない？もう起きれませんね。まあそういう、そうだよね、そうだよ。ダセー車とは言ってないですよ、プーさん。言ってたんだ。言ってない。ダセーは言ってない。え、そんなこと言ってなかったよ。待って、我はそう聞いたよ、ちなみに。え、ちなみに、ダセー車じゃないですよ、プーさん。なるほど。そんなプーちゃんからもらった車にそんなこと言わないよ。なんだっけな、え、でもダセーではないっす。変な車だっけ。
ふーちゃんからもらった車、変な車って言ったら、でもそんなようなことを言って爆発させたって聞いたぞ。ちなみに、ダセイ、待って、どうした、はい、謝るこれは変な車って言ってば、まあ、皇帝は、いや皇帝は見たことないよ、ふーちゃん。なるほど、ふーちゃん、ふーちゃん、ふーちゃん、黙ってて、ふーちゃん、家でしなさい、家で。ふーちゃん、気のせいだよ、多分本当はそんなこと思ってない。照れ隠しだよ、ふーちゃん。縁を切りなさい。おはようございます。皇帝はちょっと黙ってて、一回。ふーちゃん、縁を切りなさい、縁を。うん、そうする。ふーさん、ダセーとは言ってなかったです。違うお父さん探しなさい。うん、そうする。お父さんって違う人探せるんや。この町だよね。なんてひどい話なんだよ。あ、ふーちゃん、傷ついてよな。聞かないだけじゃなくて、縁切る。そうしな。うん、そうする。別のお父さん探しな。うん。どう、カテジとか。それはうん、いいかも。カテジはいいお父さんになると思うな、うん、真面目だし。もうなんかパパ以外だったら誰でもいいかも。もう救急隊っていう家族がいるから大丈夫大丈夫。俺たちは家族だ。うん、一緒に働こう。うん、働く。ああ、家族が困ってたら休日でも出勤だからな。でも、ふーちゃんに限ってはないんだよな。好きだからいいよ。ふーちゃんに限っては別にずっといるんだよ。うん、大丈夫だよ。元気を出しなさい。元気だよ。まったく、ほらもう一個あげるから、ほら。ありがとう。ほら。ああ、ありがとう。救急隊がいるからな。うん。そうだね。皇帝嫌いだ。ふーちゃん。だって皇帝、今日だけじゃないもん。ああいうこと言うの。まあ皇帝はな、のんびりだけど。うん。だってプーちゃんの血液型もバカにしたもん。え、なんて言ったの？なんか AB 型はダメなやつだみたいな。あ、違う、皇帝はね、皇帝が B 型だから B 型至上主義なんだよ。そう、B 信者なんだよね。大丈夫よ、 B 以外はみんなそう言われてるから。そうなんだ。ああ、うん、でもゴリラって B 型しかいないから皇帝は多分ゴリラなんだ。末裔。ゴリラの末裔なんだ皇帝は。ゴリラの言うことだから許しちゃってくれ。わかった。これからじゃあ、ゴリラさん他にいるけど、おじいちゃんの、うん、皇帝のことゴリラって呼ぶ。いやでも皇帝はそのゴリラだから、ちょっとやっぱその知能が低いところがあるから、プーちゃん今日は朝言ったように、うん、時には優しく温かい目でもうこいつはダメだなって思って見てやらないと。そっか、そうだね、皇帝の言う通りだねって。そっか、温かい目で見てあげる時も必要だからね。うん、一応皇帝だから、ちょっとこう一般的な社会常識とか、こう人を気遣うとかがな、あまりないかもしれないからな。うん、ない。うん、まあでも、まあ、プーちゃんには悪いが、庄司さん自身がそういう発言をした可能性はでも全然あるからな。うん、本当にそれはそう。それがなければ皇帝も伝えることはなかったから。まあ皇帝もあれだけど、もうパパ嫌だからね。救急隊は家族にするんだ。はい、もしもし、おはよう。大人って嫌いだ。じゃあ、行ってらっしゃい。